皆様こんにちは、ウィルソン道場です。本日は、2月に発売をさせていただきますトライアドというラケットに関してご紹介させていただきます。現行こういったデザインのモデルで発売をさせていただいているモデルなんですが、このトライアドというウィルソンにしかないテクノロジーが入ったラケットの紹介になります。おそらくですね、こうやってパッと今見られた方は、あ、すごく分厚いラケットであまり動かない、そしてスイングしない、そして、年配の方のラケットかなと思いかもしれませんが、実はそうではない、ポイントがありますので、ぜひご紹介聞いていただければなと思います。先日ですね、我々ウィルソンの方でマーケットリサーチをしました。何をお聞きしたかと言いますと、こちらの表にありますように、肘の、健康についてお聞きしました。約 76% のユーザーの方が肘に痛みを持っている、もしくは過去に覚えたことがあるというご意見をいただきました。これは非常に我々も驚いたんですけれども、実は肘に痛み違和感を覚えている方が多いのかなと。であれば、このトライアドというテクノロジーはそんな方に非常にぴったりかなと。もうそもそもトライアドというのはどういうラケットかと言いますと、通常ラケットというのはですね、このスロートの部分から、この輪っかを通ってこういう風にカーボン作るんですね。でここのスロートの部分を後付けして焼き上げて完成させるという仕組みなんですけれども、トライアドの場合は、その名の通り3つにパーツが分かれているんですね。ちょっとここにサンプルあるんで持ち上げてみようと思うと、実はこういうふうに取れてしまうと。トライアドはまずこの輪っかだけを作ります。そしてこの Y の字を作ります。そしてこれをガッチャンコさせるときに、この間にですね、アイソゾーブという衝撃吸収剤を挟みます。ここに、アイソゾーブを両側取り付けて Y の字をくっつけると。どういうことを言いたいかと言いますと、ボールとラケットが当たりますと、ここで振動、まあ、衝撃が生まれますね。これをストリングスが伝わって、フレームを走っていきます。そしてグリップまで伝わるんですけれども、その間に必ずその振動衝撃はこのアイソゾーブという耐震素材、建物何かに使われている地震から建物を守るための吸収剤です。これを通るもんですから、手に伝わる振動が非常にマイルドになるという形になります。でここで一つ実験をしてみたいと思うんですけれども、皆様もしお手に取ることありましたならば、ワンピースで作られているラケットと、今回のトライアドラケット、スロートの部分を親指と人差し指で挟みます。分かりやすいようにこのフレームの先端を叩きます。そうすると今手にビリビリという振動が伝わってきています。これをですね、このトライアドで同じことをやっていただきますと、びっくりするほど手に振動が来ないんですね。ということは、ここで生まれた振動が先ほど言いましたアイソゾーブを通っていまして、そこでかなり小さな信号に変えられるということになりますので、肘、肩、体にとって非常に優しいということが言えるんではないかなというふうに思っています。そしてもう一つ、今回の新しいトライアドには仕掛けがございまして、グロメットホールが特徴的なグロメットホールになっています。こちらの絵にありますように、ウィルソンにはこの4種類のグロメットがありまして、通常のグロメットホール、少し可動域が大きくなるダブルホール、そしてセレナなんかが好んでいますパワーホール、そして一番大きく動くのが AGT というモデルでございまして、こちらのパーツを見ていただいても分かるんです。ちょっとグロメット外してみますね。このようなグロメットホールになっています。フレームに接触している部分がボール状になっていますので、ストリングスはたわみます。そうするとグロメットがぐっと下に押されますね。そうするとこのボール状のものが動くような仕掛けになっています。その幅はなんと 76% 稼働するという形になります。ですから通常のグロメットホールに比べると、スイートエリアが 34% も広くなるということになりますので、なんとかラケットにさえ当てれば帰るという確率が非常に高くなると。これは大きな武器ではないかなというふうに思います。スペック見ていただくとこちらになります。まず1本目、トライアド5というラケットでございます。赤いデザインになってまして、この三軸地の部分だけ光沢のあるレッドですね。そして面のサイズが103です。重さが 267g、バランスが 35.5。
まあ、もちろん黄金スペックから比べますとパワーはずっと上がってまいりますが、今黄金スペックをお使いで、ちょっと肘に違和感あるな、ちょっと肘が痛いんだな、だけどもそんなに大きなラケット、厚ラケにはしたくないなという方にはこの5が一番おすすめじゃないかなというふうに思っています。もう一モデルございまして、こちらがトライアドの3ということで、今度は青い3ですね。こちらも、トライアドになっておりまして、三軸肢が光沢のあるブルーになっております。ウェイトが 264g、バランスが36ということで、この5に比べるともう少し振らない方、ダブルスプレーヤー向けへのおすすめのラケットになります。こういう風に持つと皆さん驚かれるかもしれませんが、この製造工程ができるのはウィルソンだけでございます。なので振動吸収が非常に高い、かつ今回は AGT というグロメットが入っておりますので、打球感が柔らかく、パワーも出て、そしてスイートエリアも大きくなるというテクノロジー搭載しておりますので、ぜひぜひ2月発売予定でございますが、チェックいただいてトライアドご記憶に留めておいてください。以上になります。ありがとうございました。